新州大谷派姫路船場別院本徳寺は、兵庫県姫路市内町にある新州大谷派の寺院である、道派の別院。新州本病本山と仰ぐ。三号は、天亀山。本尊は、阿弥陀如来。船場御坊、船場本徳寺、姫路御堂とも。永正十二年、蓮如の門邸宝船坊空前が、鹿間軍映画の映画上下に本堂を改装したのを、 始まりとする。天正八年の橋場秀吉の映画白攻めに先立ち、秀吉に寄進された亀山本徳寺へ移される。慶長七年、本願寺は東西に分立。亀山本徳寺は、姫路城に入った池田照正地下で本願寺派に属する。元在四年、池田市に代わって姫路城主となった。 本田忠政に大谷派最高を訴えて翌年、認められ、忠政から寄進された、池田組屋敷百軒四方の現在地に本堂を、建立、亀山本徳寺より分立する。漢文三年、東本願寺から別院の称号を付与され、その後本山との深いつながりを保つこととなる。教法三年、現在の本堂を建立する。2回の火災や空襲で、 ガランの一部を消失したものの、本堂は現存する。明治時代には、旧正姫路中学校の前身である、関海中学校の設立やストク学校の設立に、関わるなど、教育に力を入れる。大正5年には、今も続く船場ごぼう幼稚園を設置している。明治天皇行幸寺の休憩所である、安在所が、本堂北西に現存する。 第一次世界大戦参戦時には、ドイツ軍捕虜の収容所として境内が使用された。現在も、本堂西に、当時の捕虜が作った、防教塚が残る。2011年6月4日、書院を、英家で移動させる工事が行われた。書院の、英夜工事始まる姫路船場別院本、特寺神戸、新聞2011年6月5日、 姫路船場別院本特次案罪書一説。ありがとうございます。